ママ、もういいよ。迷惑かけた。小田さん。キリュウ。すまねえ、兄弟。俺はまるでお前の力になってやれなかった。いや、そらこっちのセリフだ。結局お前のことまで巻き込んじまった。悪い。おい、お前、これからどうする気だ。さっきの青野ってやつに、うちの社長を渡せって言われたんだろ。さっきおめえが下で暴れてる間、阿波野の兄貴がそう言ってたんだ。これから堂島組が組を挙げて立花の社長を探すことになるってな。ああ、俺からもお前を説得しろって言われて、立花を渡すことがお前が死なずに済む唯一の道だと。よう、社長は今お前の濡れ衣晴らすために町中の情報を集めてんだ。その社長の首を堂島組に差し出すのか。あんた黙ってろ。なんだと。断りゃ立花の代わりに気流が的にされる。組織ぐるみで追われりゃいくらなんでも生き残れねえ。だったらうちの社長が殺されることは構わねえのか。てめえらが霧を巻き込んだんだろうが。よせ、相手は怪我人だ、錦。それにいずれ堂島組を敵に回すのは俺も承知の上だった。思っているそのタイミングが早かっただけだ。おめえ、堂島組相手に正面切って喧嘩売るつもりか。バカ言ってんじゃねえ。まさか親さんだってここまでひどくなるとは思ってなかったはずだ。それは確かにそうかもしれない。もともと立花社長は堂島組と正面から勝ち合う前に例の空の一壺をかっさらうつもりでいた。堂島組にとってあの土地は10億じゃ効かねえ価値があるんだ。それをうまく使えばうちも神室町の一角を担う組織になれる。堂島組でさえやすやすとは潰せない組織に。ただこうまで早く堂島組の幹部に目つけられちまうとはな。阿波野の兄貴を甘く見すぎだ。あの人癖なんかとは比べ物にならねえよ。切れ者だ。とにかく社長と話してみる。ママ電話貸してくれ。全員が助かる道だってあるはずだ。うちが空の一つもの所有者を抑えりゃ堂島組と取引できる余地もある。だといいがよ。社長、小田です。今は桐生とセルナって店にいます。ええ、それで堂島組の青野が社長を渡せと桐生に持ちかけてきました。うちが殻の一つを追っていることにも気づいてます。だから社長は今すぐ身を隠してください。俺はもう桐生は信用できないと思います。社長を堂島組に売るかもしれない。おい、ちょっと待て。いいんだ錦。でもよ。これでも俺にも社長がどこにいるかはわからない。くそ！悪く思うなよ。騒がせたな、ママ。怖い思いをさせてすまなかった。うちの心配なんて。それよりこれからどうするの？
おい待て、キリュウ、おめえどうする気なんだよ。今さらジタバタしても始まんねえ。もともと組を抜けた時は一人でやるつもりだった。まずはクゼを捕まえて俺の濡れ衣を晴らす。振り出しに戻ったな。バカ野郎、この状況でそんなことできるわけねえだろう。それでも俺はやるしかねえんだ。機嫌いかがでショータイム。司会のドルチェカミアです。ドルチェカミアのおはがきドルチェ。今回のお便りは何？See you next time。何？え？いや。
ガンガン稼ぐぜ。この金でどうだ。
ええ、あの、何？立花、なんでここに？警察が調べ尽くした現場です。もう真犯人につながるような証拠は残っていませんよ。分かっている。うちの情報網を使ってクゼを洗いました。もしクゼがあなたをはめた黒幕であれば、ここでの殺しのために殺し屋を雇ったはずです。ですがクゼの周りにそういう動きはありませんでした。どういうことだ？つまりあなたに殺しの濡れ衣を着せた黒幕はおそらくクゼじゃありません。他にいます。何？今私が掴んでいる情報はここまでです。それをあなたにお伝えしようと思いましてね。そのためだけにあんたはここに？ええ、ですがご心配なく、私はカムロ町から姿を消しはしません。堂島組がうちの動きに気づくまでもう少し時間がかかると思っていましたが、それでも想定の範囲内です。その割に小田は泡食ってたかな。小田さんにもまだ伝えてないことですが、実はこの殻の一粒の所有者を見つけました。え？訳あってまだ接触はできていません。ですがその人物をうちが抑え、殻の一粒を手に入れれば、堂島組が我々に土地を売ってほしいと頭を下げることになる。この土地の価値はそれだけの力を生むんです。ですから桐生さん、あなたにはそれまでの間死なずにいていただきます。無理な相談でしょうか？殻の一粒の持ち主はいつ抑えられるんだ？一日ください。ただし他言無用です。たとえ相手が錦山さんや柏木さんであっても。あんたを今阿波野に売り渡せば、俺は堂島組に狙われずに済むんだがな。あなたがそういう人なら、私はこんなところにのこのこ顔を出したりしませんよ。明日連絡します。どうかそれまで堂島組から生き延びてください。桐生さん。
おい。
い。ご機嫌いかがでショータイム、司会のドルチェカミアです。ドルチェカミアのおはがきドルチェ、ジャッジメントカスカスタ、よっしゃ、読まれたぜ。
儲かったな。稼ぐぜ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
ませんか。どうですか。飲んでってくださいよ。機嫌いかがでショータイム。司会のドルチェカミアです。ドルチェカミアのおはがきドルチェ。今回のお便りは See you next time。ご機嫌いかがでショータイム。司会のドルチェカミアです。ドルチェカミアのおはがきドルチェ。今回のお便りは See you next time。投入だ。資金投入だ。これでどうだ。しのぎ切ったな。
を。機嫌いかがでショータイム、司会のドルチェカミアです。ドルチェカミアのおはがきドルチェ、今回のお便りは See you next time。
ジャリンジャリン稼ぐぜ。